こんにちは、ピアノケイチャンネルです。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今弾いた曲はレリックスノーレリックスノーレリックスノーって3回雪を降らせて雪を降らせてって雪を降らせてみたいな曲なんですけども、これはアメリカではクリスマスの定番の曲になっています。で、私も住んでいたそのフィラデルフィアは、ま、毎年すごく積もるわけではないんだけれども、何年かに1回もうすごく大雪が降って、でそれで子どもたちと鎌倉を作って、多分 3,4 人入れるぐらいの大きな鎌倉を作ったことを思い出しました。今年ももうあと残すところ3週間ですけれども、楽しいクリスマスホリデーシーズンをお過ごしください。で、今日は、今日のレッスンは前回サークルオブフィフス の、 基本的な使い方、何調調か割り出すっていうようなレッスンをしましたけれども、今回は、このサークルオブフィフスを使ってジャズのコードを割り出すというようなレッスン、簡単なレッスンをしていきたいと思います。それではレッスンスタート。はい、それではレッスンを始めます。今回は以前の動画でサークルオブフィフス五度検表 の、 見方についてお伝えしましたけれども、今回はそれを具体的な使い方というのを解説していきたいと思います。それでは、まず表を見てください。五度検表を持っていらっしゃる方はそれを見てください。例えばですね、この、D、 まず一番上は C ですけれども、C メジャーでいきましょう。ごめんなさい、 C メジャー、これは調合がないっていう風になってますよね。そして前回説明しましたように C メジャーと A マイナーは同じ調合ということで、 A マイナーも調合がついていません。それではホワイトボードを見てください。私は今ここに C メジャー、この例として4つの調を書いてますけれども、赤い方がこれが調調、いわゆるメジャーです。そして青い字で書いている方がマイナー、単調になります。でね、こんな風に 1,2,3,4,5,6,7,8 っていうのはこの1番目の音、2番目の音、3番目の音っていうことですよね。で、こういう風にこの表を活用するときには、一度八丁調はどんな音列だったかな、音階だったかなって分かる方は、頭で分かる方は結構です。ただややこしくなってくると、こういうふうに一度書き表してみていただくと分かりやすいかなと思います。今八丁調はとても簡単なんですけども、例として今八丁調 C メジャーを書いています。で CDFGABC ですよね。で、こことここは平行調とお伝えしました。平行調というのは、調合が同じということです。A マイナーも始まりの音は A ですけれども、調合っていうそのシャープとかフラットっていう意味では同じなので、両方ともつかないっていうふうになっています。はい、それで、こんなふうにまず書いていただきます。で、その上で今回はその例えば前回言いましたけれども、 C メジャー7ってどんな和音の構成なのって思った時にですね、こういうふうに書き表しておくと、 C メジャー7っていうのは1と3と5と7番目の音で構成されているわけなんですね。ということで、こう丸をしていただいたらいいと思います。 C の音、E の音、G の音、B の音、この4つで構成されているのが、C メジャー7なんだなっていうふうにここに書いておきますね。 C メジャー7、あ、ちょっと見えにくいですね、ごめんなさい。 C メジャー7は C、 そして E、
そして G、そして B、 この音で構成されてるっていう風に見ていただけたらいいと思います。同じくですね、上にあの F メジャーヘ長調も書いてます。同じく1番目の音、3番目の音、5番目の音、そして7番目の音っていうので構成されているのが F メジャー7になります。 F ですね、最初、そして A、 そして C、 そして E というふうになります。ピアノを見てください。それでは、この表から割り出した1番目の音、はい、2番目の音、1番目、3番目、5番目、7番目、はい、C、E、G、B、 これで構成されているのが C メジャー7。そして次、あの F メジャー7、これも表から割り出した F、はい、3番目の A、 5番目の C、 そして7番目の E、 これが F メジャー7になります。こんな感じで、どんな音が入ってるかなって、難しいところになってくると、ちょっと分かりにくくなると、こんな風にご自分でも、何々単調、あるいは何々マイナー、何々メジャーはこの音列だなっていうのを書いて、その後1357を選んでいただく。でこれがもう板についてきたら、もちろんこれは頭の中でやっていただいたらいいと思うんですけれども、まず一つはこんな風な活用の仕方があります。そして、もう一つ今回 お伝えしたかった活用の仕方っていうのが、以前最初に押さえておきたいコード進行という動画をアップしたことがあると思うんですけれども、そこでもお伝えしてます、そのジャズでよく使う251という進行があるんですね。でこれが2-5って呼んでいるんですけれども、この、コード進行を考えるときにですね、なんとこのサークルオブフィフスの表がすごく役に立つんですね。では表を見てください。表の中で今D を探してください。水色のところです。そして D のところから、これは時計と反対回りに進みます。そうすると D、G、C というふうに進んでいくわけですね。でなんとこれが2-5の進行と全く一緒なんですね。ちょっとホワイトボードを見てください。ここには、251、2からこれは、ラテン数字ですね。251の進行。2-5。この進行の時にここに当てはめてみてください。D、そしてそこから G。そこから C、 こんな風に時計と反対回りに行く。詳しくはね、これ D マイナーから G7 に行き C に行くんですけれども、こうマイナーとか7とか外して、とりあえず一つ調を選んでいただいて、例えば A を選んでいただいたら、 A から A マイナー、そして A から D に行ってますよね。 D7、そして G、 これがなんとジャズでよく使う D、ごめんなさい、2-5進行なんですね。なのでこういう時にはこのサークルフィフスの表がとても便利になってきます。ピアノを見てください。まず D マイナーから G7、 C に行く進行を弾いてみたいと思います。D マイナーは DF、A、C になりますよね。そして G7、 G7 はちょっと私今展開形で弾くとこんな風になります。そして今はね F、G、B、
D を使っています。分かりやすいように、基本形で弾いてみますね。 G、B、D、F、 これが G7 になります。そして C は C、E、G ですね。これをよく使うって言ってた進行なんですけども、これを展開形で弾くとこうなります。こんな風になります。ごめんなさい、ここを、そしたら次の Am-D7G の進行でやってみたいと思います。同じく Am はA、C、E、G、そして D、7、これは、今展開形で弾いています。そして G、 本来ならこうになりますけれども、そうですね、こんな感じですね。左手をつけると、これが251という進行になります。こんな風に25を考える時にも、ぜひサークルオブフィフスを使って時計回りと反対回りの方向に進んでみてください。でその時に25っていうのは、2のマイナーである、そして5の7であるということをちょっと覚えていただいておければ、ここに当てはめる音は先ほど言った選んだ音から、反対回りに進めばいいので、このマイナーと7はお忘れなくお願いします。はい、ということで、今日は25の、簡単な便利な使い方をレッスンしました。ぜひこれでちょっと練習をしてみてください。練習というか、頭の整理ですよね。この二単調は何の音かなっていうのを、ヘ長調は何の音かな、これスケールですけれども、音階ですけれども、これをどっかに全部書き出してもらっても結構です。ご自分で順番に書き出してもらうっていうのでもいいかもしれないです。でその時にこのシャープとかフラットがわからないなっていう時も、もちろんサークルオブフィフスを見ていただいて、どこにシャープがつくのかなっていうのを、こういうふうに最初から表の中に入れといていただくと、後で見た時に便利かなと思います。はい、それでは今日のレッスンはここまでです。はい、今日のレッスンはいかがでしたか。今日まで3回にわたってサークルオブフィフスのレッスンをしてきました。また先々でちょっとわからないなって思った時には、ぜひこのサークルオブフィフスの動画に戻って見返していただいて復習をしてください。今日の動画が少しでもお役に立った方は、いいねとそれからチャンネル登録よろしくお願いします。今日からあなたもジャズピアニスト、ピアノケイチャンネルでした。ありがとうございました。